愛知県に大雨警報が発表されました。詳しいエリアをお伝えしていきます。豊川市、田原市に大雨警報が発表されました。この後も雨の降り方に十分注意が必要です。それではいただいておりますリポートをご覧ください。豊川市の方からです。雨音がすごいです。こういった降り方が続いています。早く雨雲が通り過ぎてほしいですということです。土砂降りの雨に見舞われているエリアとなっております。風はそこまで感じられません。では周辺の天気の報告も見ていきましょう。7時20分までの1時間にいただいている天気報告です。特に大雨警報が発表されているエリアを中心にゴーというような激しい雨の報告をいただいております。それでは実際に観測されている雨の量も確認していきましょう。田原では時間あたり 23.5 ミリの雨を観測しております。周辺では青色の4から20ミリという雨量となっております。ではですね、今後の予想をアプリで見ていきましょう。雨雲レーダーです。現在赤、黄色といったような発達した雲がかかっております。この後の予想も見ていきましょう。白い現在というボタンを右にスライドさせていきます。雲の動きはあるようで、南から北に進んでいく模様です。ですので今この活発な雲がかかっているエリアのより南のエリア、同じような降り方になるような恐れもあります。最新の情報はウェザーニュースのアプリでも随時ご確認ください。